汁全部、全部そのあれなんですよ。五条屋さん、この付近はそれが有名なとこなんで。でも違うスープもあるんで、一応それを朝ごはんを食べに来ましたが、ここがチョンドチョンドストリート、レールウェイステーション、すごい立派な駅です。皆さん、土壌はいかがですか？うん、美味しい、うん、ちょっと日本にない土壌の料理法です。チョンドの駅です。駅に闘牛の看板が上がってますね。チョンドステーション、あ、向こうの方に地図があります。はい、ここがチョンドステーションですね。ツーリストマップをチョンド郡、チョンド郡なんですね。ここチョンドステーション入り口です。改札はないです。なんか有名な牛なんでしょうか。牛とここの名物かきですね。おお、なんかこすごい昔の民家が作ってあります。すごいよ。すいません、上野さん、僕はバッグを忘れてました。すいません。なんか民家があります。まあこれは日本にも昔あった遠見ですね。これは。ほう。これはキムチを作るのかな。わらぶき小屋です。どうもこれはトイレのようですね。ここには古い鉄道が飾られています。チョンドの駅綺麗ですね。ここがチョンドエリアのメインランディング、河川敷です。横に高速道路が走ってまして、こっちの方が山ですから、テイクオフしたら高速道路を越えないとランディングに届きません。届かない場合は手前の田んぼに降りるということです。さあ9時40分、チョンドのテイクオフに到着をいたしました。まだ曇っております。少し晴れ間が覗いてきたかなという感じで、風は今のところ左サイド、予報では北っぽくなって正面になる予定です。まあ、ここでちょっとウェイティングということになります。さあテイクオフ、ここはちょっとなだらかなんで風が弱いとテイクオフしにくいです。やぶに行きます。かなりの加速しないと、ここは風がないとテイクオフしにくい。後ろの方からテイクオフしたいし、
ああちょっと霞んでますが、ランディングがあの辺ですね。こちらから来てます。はい、ちょっと風が良くなるまで観光ということでワイン工場にやってきました。天気の方ね。鉄道がね。鉄道が開通した。まあ大きい割には小さいけどな。英語ならわかるけど。おお、チョンドの名産柿が上に飾られている。ワインの樽をイメージした入り口になってます。中に入ってみます。気温湿度が一定になるという昔鉄道のトンネルだったというところですね。いいかと、ちょうどワインセーラーね、いい気温、いい感じの湿度なんでしょうね。ここは牡蠣、牡蠣で作ったお菓子ですね。チーズ？チーズ。チーズ。何のチーズ？牡蠣チーズ。そしてこちらがレストランという感じですね。こう樽がいっぱい置いてあります。ワインを熟成させる樽のようです。これは2010年の5月の25日に仕込んだ樽、2668リッターと書いてありますね。第27号台なんかカーテンになってますね。なんでしょう。もう入れないように柵がしてあります。ああワインセーラーになってるんですね。ここで熟成させるんですね。キノコを刻んで乾燥してる。みたいな。これ植物の持ち出しに入らん。いや乾燥したらいいんだよ。大丈夫だね。生がダメなんですよ。加工したやつはオッケーですよ。おお、銀杏もたくさん。多分辛い。一個入れて。これ黒星。なんか土地棒が見つけました。千ウォン。千ウォン。なんか千ウォンのおやつということは初めてお買い物。日本円でいくらですか？80円ぐらい。はい。お肉みたいです。うん、美味しい。どんなお肉ですか？なんかうまいねか。いや、モレフライでみか。いや、モレフライ。ソーセージ。モレのか。豚肉。豚肉。モレモレこれやったか。戻して。ヒットです。ヒットです。辛くありません。そうです。お尻がヒリヒリするっぽく。これはつまみにぜひ欲しい味ですね。チョンドエリア、ダニーが出ました。おお、雲の吸い上げがあるようですね。今テイクオフ上空30メーターぐらいのところですね。土地棒が準備をしております。ダミーはレベルキープどころかどんどん雲の吸い上げで上がりながら、回さずに上がりながら、前方に進んでおります。土地棒ライズアップ。
危ないよ。ちょっと、お、踏ん張った、踏ん張った、踏ん張った。横綱、さすが。さすが重量で抑えました。やっぱ95キロ、いった。いや、これさ、許してるの。別にそこで上げんでもいいと思うよ。何戦でも上がるよ。出した方がいいんですよ。あまり気づかず。真似るんじゃなね。真似せんでいいよ。土地坊、今日はさ、両翼折り、それから、そうやね、それは B ストールやね、B ストールできそうよ。下ろしてくださいって言いたくないから。はい、中村さん、チョンドテイクオフです。とやったおお、今ドッキリしました。ビデオに収めてしまいました。お、リジ取った、頑張れ。はい、倒産テイクオフです。ちょっと後ろに下がっちゃいました。はい、倒産。よいしょ。まだ大丈夫、大丈夫。まだ大丈夫、まだ大丈夫。オッケー。座ったまま出ちゃいました。垂直上昇です。角度がなんじゃこりゃ。足腰が皆さん最近弱ってるから。そして、はい、出田さんのテイクオフ。各局風が少し強くなってきました。鳴竹前に出といてください。前山まで。はい、了解。藤田さん、テイクオフです。中村さん、無視して戻ってきちゃいました。風強くなりますよ。限界に挑戦だった。もうほら、中村さんハマっております。うん、OK。中村さん、無線取れてますか。中村さん、取れてますか。はい、上がりました。よいしょ。上野さん、テイクオフ。とりあえずリッジを取りに行きましたが、今風はあんましない。よいしょ、上がった上がった。